じゃあ、はい、江川さん、チャってのは何ですか。それ挨拶です。それ待ってチャって言ってみたいね、はい、キレよく。あ、なるほど、はい、江川さん、やっぱ古巣って気になりますか。古巣、まあ、ジャイアンツですよね。阪神じゃなくてね。阪神全く気にしないでしょ。いやいや、なんかそのあれはこういうなってるから。まあ阪神には足を向けて寝てないでしょうね、まさか。そんなことはしないですよね。そんなわけないじゃないですか、何言ってるの。まあまあ、ジャイアンツが気になると思うんですけど、はい、ね、はあ、そう気にならないですか。あんまりそういうふうには考えないんですね。まあでも引退してからは、はい、まあ、フラットに見てるという。そうです、そうです、まあ、そうですよね。ただ、はい、やっぱり野球の中心といえば、まあ、巨人であり阪神であり、うん、まあ、そういう二強が強ければ、二つが強ければ、なんかプロ野球も盛り上がるみたいな。昔はそう言ってましたね。今そうでもないですか。そうでもないかもしれないですね。でもやっぱり巨人人気っていうのはすごく高いと思うんですけど。そうですか。そうでしょ。いや、今ねフランチャイズができてから割と、いやー、パリーグなんかすごいですよ、うん、だからサッカーのようにフランチャイズ制になってきてるような気がして、うん、パリーグもほとんど人を入れるようになってからは、うん、まあ、コロナ明けにねいっぱいになったりだとか、はい、いろいろしてますからね、だから本当にパリーグとはいえフランチャイズ制が、うん、我々のことは悲惨だったですからね。パリーグは、僕パリーグ1年間経験してますけど。あ、どこ行かれたんですか。日本。ああ、それで知らないですか。知ってましたけど。全然興味ないでしょ。知ってました。知ってました、うん、本当ですか。本当に知ってました。いや、それで、はい、ぜひ聞きたいのが、はい、巨人の若手って、はい、まあ、キャンプの時から非常に注目されてて、はい、まあ、例えば赤星がポンポンと勝ったり、うん、大勢がセーブを上げたり、うん、まあ、直江、堀田、うん、山崎、うん、まあ、そうそうたる若手がいるじゃないですか、はい、まあ、江川さんも一通り見てると思うんですけど、はい、これからジャイアンツを背負っていけるピッチャーになれるのは誰かというのをちょっと聞きたいんですよ。まあ、背負っていけるね、はい、これは答えが難しいですね。なぜ難しいかというと、例えば江川、西本、佐田岡、まあ、佐田岡は入れてないんですけど、はい、なんで入れないんですか。友達なんだけど3本柱に入れてないんですけど、入れてちょっと遅いですかね。加入したいっていう申し込みがあるんですけど、今はちょっと待ってもらってるんですよ。まあ、確かにその2人からすると細い柱だったんですよね。いえ、まあまあ3本柱仲いいんですけど。いや、僕も仲いいね。かわいがってくれるんですよ。2本プラス、2本プラス1にしてるんですよ。なるほど、ね、プラス1ね、え、それでその3人が抜けてですね、まあ、加藤はじめさんと丹羽さんとかいっぱいいるんですけど、はいはい、それがバッと辞めた時に牧原、斎藤、桑田っていう次の新三本柱っていう3人が出てくるんですけど、これピッチャーもバッターもそうですけど、バッターも誰かが怪我をしたって言ってポジションをもらったりしないと難しいですよね。難しい。その人が出てる時にそれを追い越して出るっていうのは、はいはい、なかなか難しいじゃないですか、はい、でピッチャーもローテーションにこう入っていくには誰かが辞めてるところにこうポッと入って自分のローテーションを作っていくっていうことになるので、その噛み合わせがハマった時にこう柱になってくるんですよ。だから今どうですかって言われた時に、上の菅野とか戸郷か、まあ、メルセデスとか、そういう人がこう少しこう力が落ちてきた時に自分がこう勝っていって柱になるっていうことになるので、その人がどうなっていくかによるすごく答えが難しい。まあ、やっぱりその運によるところも大きいということ。そうです、そうです。だからその時にポッと勝てればそのままローテーションに入って柱になる可能性があるしって、うん、だって戸郷だってすごい去年9勝が10勝してるんですよ。9勝ですね。最初の3年生出てきてないんですからね、はい、でこれはやっぱ難しいっていうことじゃないですか。じゃあ赤星、堀田、山崎、直江、うん、この4人の中で一番なんか江川さんが可能性を感じるピッチャーって誰なんですか。投げ方としてすごくこう長期的にです。長期的っていうのは大体新人の場合は2ヶ月ぐらいなんですよ、はい、で知った通りすごい疲労するので、うんうん、2ヶ月ぐらいでガーンとこうスピードが落ちたり、はいはい、変化球も曲がらなくなっちゃったり、まあ、スライダーが抜けたりするんですけど、一番そういうことがなさそうなのは赤星っていうピッチャーが、軽く投げれるじゃないですか。なんかものすごいセンスを感じるんですよね。コントロール力ポンポンポンとガッっていう力みがないじゃないですか、はい、ある程度の長さは続くかなっていうふうに見てますけど、それはまあ素質の一つですよね。これできないんですよ、力を入れないで投げるんですよ、うん、力感をあまりないというのは、はい、なかなかいないですよね。いないんです、できないんですよ、うん、力感があってその力感通りの球は打たれるけど、うん、
力感がないピッチャーで速いボールを打たれないですもんね。打たれないですよ。これがもう面白いんですけどね、あのテレビを見られた方はこの YouTube で見られる方もいらっしゃるでしょうけど、見てて力があんまり入ってないのに打てないっていうピッチャーの方がすごくこう時期的には長く活躍できるっていうことはありますね。あの直江と堀田と山崎、うん、この3人って投げ方がよく似てるという似てます、はい、似てますよね。似てます。これなんでなんですか。なんでなんですかってすごくノーマルだっていうことでしょ。こういう3人のピッチャーがそういう形が一番ノーマルな形だ。いい悪いではないんですよ。今そこそこ力を入れてそこそこボールがいってる。でちょっと調子の悪い日ボールにいかない日はコントロールがらけ、そういうタイプなんで標準ですよね。標準、標準にいいピッチャーっていう。赤星はまたちょっと違う。ちょっと違いますね、はい、赤星のテイクバックってちょっと違いますよね。うん、まあかからこう上がってこう見ながらポッポッポッと投げれますから。こう M 字と W ってあるみたいなんですけど今、うん、赤星っていうのはやっぱテイクバックが小さくて、うん、昔でいう野手投げみたいな、うん、今そういうテイクバック、テイクバックこれでしたよ。小さかったですよね。後ろに向かないです。ここ上がりました。それはなんでなんですか。いやもう最初投げ始めからそうだったんで理由はないんですよ。でもこういうふうな指摘をされたことないですか、教えとか。あ、やれって言われたことあります、コーチに。でもできなかった。できない、やろうとはしたんですか。うん、こう投げられないです、こういうのこう上がってこう、いや、タイミングが合いづらかったでしょ。いやだからここ小さくて速いから前でかくて、うん、で手元まで離さなかったからボールを、うん、で非常にボールは見にくく、うん、速く下手したらこうバットでここまでなんか持ってきそうな感じだったでしょ。ベースまで当たり言い過ぎか、うん、ちょっとそれはねそれは言い過ぎだけど、でもでかく見えましたボールが。あ、そうなの。迫力が大きいの。大きかったら当たるじゃないですか。いやいや当たんないんです。それがそれが当たらない。それが効いてるかとわからないですよ。ボールがでかかったバスケットボールならったら当たるやろって。いや小松もでかくブワーンとくるんですよ、うん、津田は小さかったんですよ。ピンポンタンみたいな、うん、ピンとくるんですよ。で速さの中でもやっぱちょっと違いましたよね。大きく見える、はあ、だから江川さんは昔から今のその教えみたいなテイクバックで投げたんでしょ。そうです。で野手も僕なんかは上から叩けないんですよ。上から叩けって昔言われてたじゃないですか、うん、バッティングって、うん、叩いたら左肩出るし、うん、右肩開くんですよ、うん、当然ですよね、うん、叩こうとすると、うん、で豊は左肩が出過ぎだって言うんですよ、うん、どうやって叩くんだろうと思って、うん、どっちかやったらこう煽る方だったんで。あ、そうかもしれないね。そうでしょ。あ、そうそうそう。だからちょっと位牌弱かったもんね、うん、よく言ってましたもんね、うん、あのこっちに打つのなかったもんね。流し左中間ね。そうですね、左中間上手だったもんね。いやだから昔の王さんもどちらかと煽り打ちじゃないですか。王さんってこうやって意識はこうだけど打つときはこうでしょ。ああ、ちょっと違う。違いますね。どうですか。王さんはこう構えてるでしょ。こう構えてこうやってってこっから下ろしてからここでこうねじるんですよ、うん、でこう乗っけていく、乗っけていく、乗っけていく、ねじってこう、でこういうそのままいかない。こういってこう、こうでねじる。ちょっと押す感じですね。うん、ねじりがあって押すんですよ。切れないですよ。ずーっと押すんですよ。こういうだけはないの、操作。あ、こう切れてるって。一塁大きなファールってない、操作。つまりながらこういう感じ。江川さんね。まあまあ、その3人は、まあ大体オーソドックスな投げ方で、うん、まあ赤星に非常に可能性を感じると。うん、ちょっと長く投げれるね。そうですね。はい、で、江夏さんから聞いたことがあるんですけど、じゃあ全部正しいです。いや、そうじゃないんですよ。堀内さんに言った言葉で、全部正しいです。いやいや、そうじゃないんですよ。堀内、お前は不幸だなって言うわけですよ、ピッチャーとして、うん、で、なんでやって聞いたら、うん、長嶋とできないだろうって、お前、真剣勝負が、うん、で、巨人に入ったでしょ、はい、で、対戦もちろんしてませんよね、はい、投げたかったなと思わなかったですか。投げてみたいなって。あ、それは思いますよ。やっぱそうですか、はい、やっぱ最高峰って当時やっぱ王さんですもんね。長嶋さんはもう引退されてて、はい、やっぱ投げてみたかったですか。もちろんそうです。投げるとしたらどこに投げてみたかったですか。王さんの場合は錯覚打法なんで。錯覚打法、はい、右足をこう上げられるんですよ、はい、上げた瞬間にベースが隠れるんですよ。わかりますね、はい、こう足ベースを隠すという感じです。隠すというか隠れちゃうんですよね。一角が隠れるんですよ、はい。ピッチャーは投げる瞬間にバッターのギリギリインコースに投げるんですけど、
インコースにこう投げた時に投げてこうパッと投げ終わった瞬間に王さんの足を下ろした時には足のギリギリのところはもうボールが入ってるんですね。甘いボールになってる。なってる。一個必ず。わかります。わかります。ピッチャーはでもそれ構えたところでこうしか投げられないんですよ。だからよくあの王さんの上げた足をめがけて投げろっていう説が流行りましたよね。そうそう、言うんだけど構えてるところ向かってしか投げる瞬間ないので。なるほど。で離した瞬間に王さんが足を下ろした時にはもう甘いボールの1個入ってる。それは僕も研究してるんですけど。それは錯覚打法。錯覚打法で面白いですね、はい、そしたらインサイドには投げなかったということですか。え、もうあと1個。ああのギリギリのところ狙って投げるんでしょう。なるほど。やっぱり王さんにはインサイドに行って自分の球をどんなものか見てみたいという。そうですね。はいはい、ただあの非常にこう絞ってこう打ってくるのでインハイも多分打てたでしょうし、外のボールはど真ん中になりますから外にも投げられないし、まあ、厄介なバッターだったと思いますきっと。なるほど。